フロントモーターにフロント提灯、結構めんどくさかったんだよな。ということで今回はマスダンパーの取り付けですが、マスダンパーの取り付けで主流になっているのが、そうボディダンパー。通常のマスダンパーの取り付けよりも静止効果が高いので、レースに出場するようなマシンは大概このようなセッティングになっているかと思います。それじゃあ今回もボディダンパーを取り付けるのかと言われると、このアームの橋渡しの加工が面倒なのと、電池交換もまあまあやりづらい。肝心なボディもワンパターンな気がするので、今回ではボディありきでマスダンパーを取り付けていこうと思います。それで選んだのがミニ四駆プロのボディ。単品で買って全然使えてなかったので今回こちらを使用しますが、これをおおよそ切ってシャーシに乗せてみますと、ボディが浮き上がっている部分というのがギアカバー。まずはマーキングをして、それからくり抜いていきます。そうするとモーターのこの辺りが干渉してますので、ボディが入り込むようにこの辺りを少しカット。最終仕上げとしましてはこのようになりました。うん、車高もちょうど良さそう。でもこのボディ一体どうやって固定するの？はい、電池カバーのこの穴に30ミリビスを通してあげて、ここにボディが乗っかるように穴を開けていきます。はい、これでボディの取り付けが完了です。そしたらこれをベースにマスダンパーを取り付けていきましょう。取り付けてみるとこんな感じ。ボディを取り付けるためのビス、ここにマスダンパーを一つ。ミニ四駆プロのボディは幅が広いので AR 用サイドステイを使って取り付け、しっかりボディ内でマスダンパーが稼働してます。ギアにもアジャストマスダンパーを取り付け、ダブルナットで取り付けてロックナットより高さを出しました。マシンの静止性はというと、はい、こんな感じ。はい、これで FMA マシンが完成です。ポリカーボネートボディ塗装する必要がありますが、ひとまずこれで走行確認をしてみましょう。